はい、皆さんこんにちは、たかゆきです。今日はですね、ご報告があってこの動画を撮っております。日頃からですね、旭川女子投資事件について活動していただいている皆様、誠にありがとうございます。先日ですね、火曜日ですね、ツイッター上で、ついデモというのがね、行われているんですけども、ハッシュタグをつけてですね、旭川女子投資事件の再捜査を求めますというですね、ハッシュタグを皆さんがつけてトレンド入りするようにですね、皆さん協力して、やっていただいてたんですね。で、それがね、なんと昨日ですね、トレンド入りしました。おめでとうございますですね、過去にもトレンド入りしてはいるんですけども、今回のね、ツイートの件数が1万2000件を超えるですね、大多数のツイートデモが起こりましてですね、ツイッター上にトレンド入りしました。で、これがどういうことかというと、ツイッター上のトレンドってですね、もうすごいたくさんの SNS をやってる方、ツイッターやってる方がトレンドっていうのは定期的に見るんですよね。今世の中でね、どのようなことが騒がれているのかというのが現れているこのトレンドなんですね。そこにこの旭川女子投資事件の再捜査を求めますっていう言葉が出てくるということは、旭川のね、いじめ事件については、こういう事件、いじめの事件があったっていうことはもう世の中的に知れ渡ってると思うんですけども、今現在も解決してないの、再捜査が必要なんだっていうことがね、知らない人たちに気づいていただくことができるんですね。で、その他このツイッター上って一般の人たちだけではなく、公務員や行政、政治家などもね、ツイッター上にはたくさんおりますので、そういった人たちのね、目に留まることはですね、非常に大きなことかと考えております。現在ですね、ツイッター上だけではなく、100万人署名活動で加藤周志さんを筆頭に、署名活動員のね、皆様もたくさん集まり活動されていると思いますが、署名にね、携われない人たちでも、このスマートフォン一つで旭川の女子投資事件について再捜査を訴えることができる、少女のために少しでも役に立ちたい、ご遺族のために少しでも役に立ちたいという方がね、いらっしゃいましたら、ぜひこのツイッターデモにご参加ください。先週火曜日の夜にですね、定期的に行われております。旭川の警察では、被害者少女の件、自殺とも他殺とも公表されていないんです。少女がね、失踪した前後の状況証拠から見ても、彼女が何かに巻き込まれ自ら命を絶ったのではないという可能性がね、非常に高くなってきております。今まではたくさんの妨害工作があり、ネット上では自殺と決めつけられ、自殺以外のことはもう口にしてはいけないような状態になってしまった時期もありました。それがですね、闇を抑えて、今現在旭川女子投資事件について少女に何かあったのではないかということで、再捜査を求める大きな動きとなってきております。再調査委員会も動いてはおりますが、今津市長も動かれてはいますが、それだけでは力不足かと思います。長山中央公園で雪の中から発見された長女は凍っていました。3月23日、暖かくて旭川では雪解けが始まっている公園の中で、なぜか凍った状態で発見されました。そんな少女の無念を晴らしていただけないでしょうか。再捜査を求める声がもっと必要です。皆様のお力をお貸しください。毎週火曜日の夜、ツイッター上でシュタグをつけて、旭川女子投資事件の再捜査を求めます。皆さんツイートの方よろしくお願いします。ツイッターをやれてない方がいらっしゃいましたら、簡単に登録できますので、ぜひツイッターをやってみてください。それでは皆さんの参加を心よりお待ちしております。ではまたお会いしましょう。じゃあね。
そうか、ごめんね。隣になった事件ってご存知ですか？